あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も途中っていうか続きからやっていきましょう。ほい。ねえあゆな、私なんだか最近すぐお腹が空いちゃうの。物を作ったり何かを考えたりするととってもお腹が空くんだね。うん、まあ行動をすればお腹が空くということだね。それでね、あゆな、私ちょっと考えてみたんだけど、町に料理ができる場所があれば、美味しくてお腹に溜まるものができると思うんだ。ねえ、あゆな、素材を料理できる方法、何か思いつかない？もし何か思いついたら、調理器具と収納箱を一つずつ置いて、料理専用の新しい部屋を作ってよ。お、料理部屋？なるほど。何？料理用焚き火をひらめいた。木で台を作った煮焚きできる焚き火。ふんふん。部屋を一から作ろう。2ブロックの高さの壁で囲んだ空間に扉と明かりがあれば部屋になる。自力でブロックを積み上げ部屋を作ろう。お、今回は設計図も何もない感じか。料理部屋ね。この辺に作る？じゃあとりあえずちょっと破壊していくよ。まあ破壊っていうか素材を集めていこう。よし、こんな感じで破壊破壊。うんうん。よし。てか、思った以上に破壊されるんだけど。何事？この辺ちょっと空きすぎたね。埋めておかねば。オッケー。なんかね、思っとるとこと違うとこが破壊されたりするんやけど。それは一体、どうなのよっていう。もうほら、これだってさ、岩が破壊したいのにさ、岩ももちろんなんかダメージは与えれてるよ。でも、岩プラス他のものにまでダメージがいってるからさ、それはちょっとどうなのよって感じよね。よし。んで、こっちか。1から。ちょっと本格的になってきた。ね。本格的なんかどうかちょっとよくわからんけど。どれぐらいの大きさの部屋にすればいいかな。よいしょ。もう一個、ここぐらい。広すぎかな。料理だけする部屋やもんね。別にそんなにいらんか。よいしょ。ほら、広範囲にわたって破壊されるのは。ちょっとこう、ピンポイントで攻撃できるようにしてほしいよね。よいしょ。これぐらいの大きさでいっか、部屋。ね。だって収納箱と焚き火を置くだけなんやろ？やったらこんなもんさ、きっと。どのぐらいの、どれぐらいだ？あともう、ん？これでいいんかな？もう一列？いや、これだけか。ここぐらいで、あとは、ちょっと扉をつけるためにもうちょっと、間違えた。扉ってどれぐらいの幅やったっけな？違うわ。邪魔。足りる？これぐらいの幅かな？ちょっと。とりあえず扉を作ろうか。藁の扉。丈夫な草。丈夫な草しょっちゅうなくなるね。てか、丈夫な草しょっちゅういるね。お。なんか見つけたらさ、大量に取っといた方がいいんじゃないかな。丈夫な草。もうどんどんなくなっていくんだけど。あ、しかも暗くなってきたよ。暗くなってきたよ。暗くなってきたらさ、何気になんか上空に何か飛んでない？あ、この辺だな。お、丈夫な草。もうこのまんまじゃ身近に丈夫な草がなくなるんじゃないかな、取りすぎて。復活しとるんかどうかわからんけど、復活してなさそうなことない？まあ、とりあえず結構取った気がするから、戻ろうかな。うん、大地を破壊していた。花びらだけ取ってるつもりだったんだけどな。あれ？ここ違う。どこだ？こっちか。迷子になってる。あそこだね。動いてる、動いてる。よし。じゃあ、ここで。入れ替わりに。
藁の扉。これで取り付ける扉ができたやろ。で、料理用焚き火は？焚き火がいるんか。じゃあ先に普通の焚き火を作っといて。ほい。焚き火を一個作った。で、料理用焚き火。キラーン。料理用焚き火を一個作った。収納箱は持っとったんかな？収納箱ないね。うん、ないね。じゃあ、とりあえず、これも作っとこう。OK、収納箱を一個作った。これで完成じゃない？とりあえず、ちょっと扉を取り付けるよ。ん？扉なんか全体的に、全体的にあれか。ちょっと待ってね。もうちょっと、この辺に立体感いる？なんか他のとこそんな感じよね。こういう感じ？なんか超ギリギリに立てちゃった感が。こうじゃなくって、もうちょっとなんか、あれかな？逆にちょっともうちょっと引っ込めた方がいいのかな？よいしょ。うんうん、いい感じじゃない？こんな感じで入り口。出来上がっていくよ。幅こんなもんでよかったよね、多分。違ったかな。てか、合ってるよね。うん、オッケーオッケー。んで、藁の扉。これを、この辺に。あれ、ちょっと一マス分ぐらい足りん？いや、足りるよね。うん、足りてる、足りてる。足りてるけど、ちょっと場所が。おし、オッケー。扉もついた。で、あとは、収納箱を、ちょっと一番端っこに置いて、で、料理用焚き火。お、こんな感じなんやね。料理用焚き火を、どの辺だ？この辺。え、違うな。もうちょっとこの辺。この辺かな？うん。に置いて、焚き火の台所を初めて作った。イエイ。焚き火を使って簡単な料理ができる部屋。お、走ってきたよ。通り過ぎていかないで。うわぁ、やった！料理ができる部屋を作ってくれたんだね。ここでなら美味しい料理が作れそうだよ。あゆな、どうもありがとう。私頑張って料理を作ってみるから、夜になったら収納箱の中を覗いてみてね。ほいほい、ありがとう。クエストコンプリート。桃柿の実。あ、ここで作ったものをここの収納箱に入れといてくれるってこと？ありがとう。お、今度こっち。ふんふん。料理をするための部屋ができたようではないか。なんともはや、物を作る力というのは素晴らしいものだな。そうだ、あゆなよ。せっかく料理のための部屋が完成したことだ。我が輩のために何かうまい料理を作ってはくれんか？なんでだ。何？自分の食事くらい自分で作れだと？そうそう。ピレには料理部屋を作ってやるのに、我が輩には料理の一つも作ってくれるのか。もう規模が違いすぎるよね。情けない。情けないぞ、あゆな。そうだな。水場の近くに生えているキノコを使えば、うまい料理ができる気がするな。料理部屋でキノコの料理を3つ作り、我が輩のところに持ってきてくれ。よいな。水辺に、キノコが。キノコ、水辺。この辺か。水辺にキノコ生えてないよ。お？生えてないっすけど。へいへいへい。やっつけた。そして素材ゲットー。ないよね。ん？どこにあるの？はっ！満腹ゲージに注意。満腹ゲージがなくなるとヒットポイントが少しずつ減っていってしまう。何か食べて満腹度を回復させよう。そうだそうだ、忘れてたよ。桃柿飲み食っとこーっと。ちょっと多少。これぐらいでいいか。でさ、キノコないんだけど。もっと別の場所かな。他に水辺、どこがあったっけ？あ、あっち側。あ、こっち側は？てかこれ走れないの？ダッシュとかできんのか。B 押したら B ダッシュじゃなくてなんかジャンプするんだよね。この辺は、全然水辺じゃないね。キノコ。水辺にキノコ。あ、あれじゃない？キノコ。ぽいよね。お、ぽいぞ。
思いっきり水の中に浸かっちゃった。初めてキノコを手に入れた。待って。ドラキーめっちゃ無視してくんだけど、私のこと。でも一個しかない。こっちは？お、こっちも水辺かな？ん？違う？ん？お、めっちゃ広い水辺に来た。あ、いっぱいある、いっぱいある。え？何事？え、沈んだの今。マジか、そういう要素があるんだね。気をつけておきます。気をつけておきます。なんかキメラ来たんだけど。何こんなとこに降りてきてんの、キメラ。ちょちょちょいちょい。こんな近くにまで接近してきてたのか。よし。じゃあ、とりあえずこれで帰るよ。キノコいっぱい取った。ね。てか、水辺じゃなくてもここにいっぱいあるじゃん。ね、この骸骨は取れないの？普通に破壊するだけだった。よし。これで、キノコ料理を3つ作るって言ってた。まあ、とりあえず取ってきたやつ全部料理しとこっか。自分の空腹度回復にも使えるってことでしょ？よいしょ。焼きキノコ。まとめて作る。持っている素材を全部使って焼きキノコを5個作りますがよろしいですか？はい。おお、すげえ。焼きキノコを5個作った。んで、おお、飛んできたよ。匂いでか。そっちじゃないよ、こっちだよ。はい。おお、あゆみだよ。キノコを使った料理を作ってくれたのだな。まったりとして、こってりとして、それでいて上品な、素晴らしい香りだ。さあ、そのキノコ料理を我が輩に差し出すのだ。さあ、さあ、さあ。依頼主に渡しますか。ほい。うん、よくやったぞ、あゆみな。褒めて使わそう。わっは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 。メルキドロクの記述は実に多彩でな。この書の中にもこだわりの男料理のページが。そんなんあるんや。代々伝わるものなんやろ。何？メルキドロクを直接読ませてほしいだと？この書は我が輩に宝物なのだ。そうやすやすと見せるわけにはいかん。宝物の割にはなんか小屋に無防備に置いてたけど。それな、あゆな。そもそもこの書は古代の文字で書かれておるゆえ。文字を失った我々にはそう簡単に読むことはできんのだ。あ、文字失っとんや。私さっきから普通に看板とかいっぱい読みよるけどね。しかーし、我が輩はこの町をさらに発展させる糸口をつかむためにも、必ずメルキドロクを読み解くつもりだ。解読が進めばお主にも伝える。楽しみに待つがよいぞ。だっはっはっは。でも自分で読まんと本当のこと伝えられとるかどうかわからんくね。ん？そうそう、この焼きキノコだが、一つはお主の分だった。さあ、食べるがよい。お、ありがとう。クエストコンプリート。焼きキノコ。まあ、その前に私普通にあまり持ってんだけどね。まあ、はい。ということで、ドアップ。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか主人公の顔めっちゃ可愛いよね、ドアップになったら。